一つの物語が終わるとき、私たちはその始まりを思い出す。まるで昔に戻ったかのように。例えば今のように。そうだろう。君は驚いていないようだ。この景色懐かしいだろう。うぬぼれないで。彼女は私たちと違う。まだ進み続けるんだから。どう、私に会って驚いた？ところで一人足りないね。これで揃った。しかし残念だ、僕たちの物語はもう終わった。過去の人は過去に残ってもらおう。じゃあさよなら。なんか言ってくれないの？よくやった。メイ先輩。昔と変わらないね。ええ、いろいろあったね。本当にいろいろあったわ。今回もここでお別れなの？いいえ、今回は最後まで一緒に歩くわ。私たちはさまざまな場所に行って、たくさんの思い出を残した。これは愛の物語。きっと愛に満ちた結末がある。だから昔と同じように一歩ずつ前に進もう。ほら、私たちの足跡、どんな時もここにある。Your heart remains the same.
suspend the time. Having to leave the tracks behind. There is a longer way ahead.这是我们一起创造的故事。故事总有结束的时候，但留下的记忆不会消失，传递的感情不会消失，他们会成为后来者的钥匙，被人铭记，延伸向未来，永远存在。比如说，每当我们打开这颗时间胶囊，我们都会与一个名叫提安娜·卡斯拉娜的女孩重新相遇。那时，她对于世间的一切还懵懂无知。而我们也知道，在她选择的那条路上，有即将到来的苦难和无法逃避的命运。不过，更重要的是，在那之后，她也会遇见世界上最美好的事物。名为爱的珍宝。哦，是牙医的消息呢。是啊，新的工作转眼就要开始了呢。那么，在此之前，不过好像缺了点什么呢？啊，对了，这样，然后这样，就这样来一张吧。提亚娜，出击！
空腹で起きちゃうこと、あんたにもあったりする？これは私たちが共に作った物語。物語は終わりを迎えるけど、残された記憶も、届いた感情も、消えたりしない。それは後世の鍵として、人々の記憶の中に、未来永劫存在するの。例えば、このタイムカプセルを開けるたびに、私たちは、キアナ・カスラナという女の子に再会できる。あの時の彼女は、まだ世界のことをよく知らなかった。そして、彼女が選んだ道には、来たるべき困難や、逃れられない運命が待っていることを、私たちは知っている。でも、何より大事なのは、その後、彼女は世界で最も美しいものに出会うということ。そう。愛という宝物に。お、メイ先輩からだ。そうだよね。新しい仕事、あっという間に始まっちゃう。でも、その前に。何か足りない気がする。あ、そうだ。こうして、次はこう。よし、これで行こう。キアナ、出撃！